8月21日2018ヤングジョッキーズシリーズトライアルラウンド金沢が行われました。トライアルラウンド金沢のナレーションはラジオ日本土曜日曜競馬実況中継でレース実況アナウンサーを務めております堀江正文が担当いたします。まずはトライアルラウンド金沢の出場騎手をご紹介しましょう。 JRA からは荻野極む騎手、小崎良也騎手、西村敦也騎手、服部俊樹騎手、三谷隼人騎手、吉英信騎手。地方競馬所属騎手は地元金沢の柴田優真騎手、笠松の水野翔騎手、同じく笠松の渡辺達也騎手。一蔵のみの騎乗となります兵庫の石堂響騎手、同じく一蔵のみの兵庫長谷部俊也騎手、高知の松木大地騎手、そしてこのトライアルラウンド金沢から参戦の金沢競馬所属の塚本博隆です。去年船橋競馬場から金沢競馬場に移籍し、ヤングジョッキーシリーズに初参戦します。悔いの残らないようレースをします。よろしくお願いします。トライアルラウンド金沢には13名のジョッキーが出場しました。さて兵庫の石堂響騎手からこのリポート動画にクレームが入りました。盛岡で僕の同期がこんな感じでやってるのはすっげえ出されてたんですけど、僕がタクとデミちゃんとなんか絡んでるのは一切いなかったですよ。結局はファイナルラウンド2人で行ったらいいんで、そういうことです、そういうことですね。あ、そうです、たまに頑張ろう、そういう感じ。真面目に悔しかった、悔しかったです。やっぱ芸人としてはこれだけいいじゃないですか。やっぱりいつってなんぼの世界だと思うんですよ。よしよしこれ何回ぐらい見た？もう数えきれないほどですね。攻め待ちゴシゴシするから。あれ、どこに来たの？とひょうきんな一面を見せてくれた渡辺騎手ですが、実は正直ガッチガチにガチぶりに緊張してます。去年ほどこうイメージが湧いてこない感じですか？気合で頑張ります。第一戦で一番人気に騎乗予定の松木騎手は、今日は見せなあかん時でしょうと言い残してパドックへ向かいました。それではレースをご覧いただきましょう。2018ヤングジョッキーズシリーズトライアルラウンド金沢第一戦はダート 1400m で争われました。一番人気は高知の松木大地騎手騎乗のサンデーストリート、二番人気は JRA 荻野極む騎手騎乗のテンエイリリー、三番人気は JRA 西村敦也騎手騎乗のエイシンフレイヤでした。スタートしました。八番のテンエイリリー好ダッシュ、しかし5番のハイドロポリスが前に出ていきます。外から迫って11番サンデーストリート、内からは4番の川北グロワール、4頭抜け出して2番大見そなた、1番天芸ハヤブサ、3番カフジリバー、さらには7番右のカイザーと中段固まって1コーナーカーブ、内にコースを取った12番パラボラッチョ、それから9番カジノノーブル、あとは6番東亜浦島、10番のエイシンフレイヤ後方です。前は2コーナーのカーブ、先頭に立ちました松木大地サンデーストリート、抜け出して1馬身半2馬身ぐらいのリード、小崎良也ハイドロポリスが2番手、前との差を詰めて800を切りました。2馬身差、水野かける川北グロワール3番手、塚本博隆天芸ハヤブサ、さらには荻野極む天芸リリー前を追っていきます。後位が広がって間が空きました。中段渡辺達也、右のカイザー、内を進む石堂響、大見そなた、さらには服部俊樹、カフジリバー、吉英信、カジノノーブル続きます。後方柴田優馬、パラボラッチョ、三谷隼人、東亜浦島、
西村敦也、エイシンフレイヤ、シンガリ、前は4コーナーカーブに入っています。先頭は11番サンデーストリート、松木大地、リードを広げました。5馬身、6馬身と大きなリードを取って4コーナーカーブから直線。2番手食い下がる小崎亮はハイゾロポリス。迫ってくる。川北グロワール、水野かける。さらには外から7番右のカイザー渡辺達也追い込んでくる。しかし、完全に先頭松木大地サンデーストリート。2番手、川北グロワール、右のカイザー接戦。松木大地サンデーストリート、ゴール。2018ヤングジョッキーズシリーズトライアルラウンド金沢第1戦。1着は単勝 1.1 倍の人気に応えました、高知の松木大地騎手。2着は笠松の渡辺達也騎手。3着も笠松の水野かける騎手でした。もう慣れとるから本物ありがとう。ありがとうございます。ありがとうございました。もうつまずいた時はあらっと思って、もう今日はごちそうさまです。もう手応えが全然違かったんで、ビジョン見てね、すいませんと思って、もうけどまあ運もねって言いますしね、っていうのでごちそうさまです。松木騎手、検量室に戻るなり丁寧に、あれはあの攻めましって言ってた米倉さんにやってもらったやつなんで、俺をありがとうございますしかないんで、おめでとう、よかった反則、これ一緒に走っちゃダメです。まあおめでとうございます。ああ、ありがとうございます。言うてもね、言うてもございます、まあ、くじ運がいいってことですね。そう、それも大事です。運も実力のうちってやつですね。いや、またしたかったですけどね、ちょっと悔しかったです。いや、4コーナーぐらいまでちょっともうちょっと詰めてればかなって思ったんですけど、でもちょっと離されちゃいましたもんね。スババはこう一回乗ったんで、次また生かして頑張りたいと思います。はい、うちうちでちょっと追って伸びないって言われたんで、でまあ行ったらないって言われたんで、まあ一足狙う感じで直線まで待って、まあ、ちょっと最後ちょっと待っちゃったんで、達也やられちゃったんで、まあ、もうちょっと溜めても若干あ、まあ微妙っすけどね、そこら辺は。まあでも内々狙いで行ってよかったっす。まあまあ、もうロスのない、ロスなく回ろうかなとは考えてたのが、本当にうまいことハマって4着まで来れましたね。逃げれたら逃げるつもりでしたけど、あの強い馬と張り合ってもと思ってたんで、あともう最打ち取った方がいいというのはなんとなくこっちのジョッキー言ってたんで、もう最打ち取れて、まあ普通の馬やったらちょっと競ってたかもしれないですけど、あの馬なんで譲って、で楽なくペースで2番手行きました。あんな感じ楽で行ってんで、もう少し前もっと頑張らせてられたらなと思いますけど、なんとか5ですかね。はい、そうですね、ちょっとゲートが悪い馬と聞いてたんで、まあ、ゲート気をつけて、まあ、前走よりは出たと思うんですけど、やっぱ行き足つかずで、まあ、後ろ側になってしまったんで、どっちも気悪いところ出してしまって、うん、試合は、しまいはそれなりに伸びてきているんですけど、やっぱ道中の追走がもう少し行けてたらよかったかなと、思いますね。はい、あ、悔しい。競馬はめっちゃ良かったんですけどね、ほんまに。あーもう、なんでやろ、ちょっと考え直しますわ頑張ります、次。2018ヤングジョッキーズシリーズトライアルラウンド金沢第2戦はダート 1500m で争われました。一番人気は笠松の渡辺達也騎手騎乗の名将あばらが、2番人気は JRA 荻野極む騎手騎乗のブルーセクション、3番人気は JRA 吉栄新騎手騎乗のプレツィオーゼでした。スタートしました。外好スタート9番のブルーセクション、
一気に内の角馬を叩いて先頭に立っていきます。2番手続いていく12番のハニーブーケ、前を追っていって3番手7番の名将アバラが2頭の後ろ少し間を空けました。4番プレチオーゼ4番手、それから1番のウエスタンソレイユ、さらに間が空きました3番ソービック、並んで5番のハートブレイク、8番ムーンマジェスティと続いて1コーナーのカーブ固まった体勢、その後ろ2番の成田の部屋、11番ジョージ本店、あとは10番夢を乗せて、わずかにしんがり6番のドゥスールです。前は2コーナーカーブから向こう上面、先頭は荻野極む、ブルーセクション体半分リードを取りました。三谷隼人、ハニーブーケが2番手800通過、2馬身3馬身と相手、渡辺達也、名将あばらが3番手、4番手さらに4馬身ぐらい離れて、吉栄新プレチオーゼ、後ろは大きく間が空きました。服部俊樹、ウエスタンソレイユをかわして、長谷部俊也ハートブレイク上がっていく。続いて松木大地8番のムーンマジェスティ、内を進んで柴田優馬ソービック3コーナーのカーブ、水野かける成田の部屋が後方4番手、あとは小崎亮也夢を乗せて、西村敦也ジョージ本店と続いて最後方塚本博隆ドゥスール、縦長い展開、前は4コーナーカーブから直線に向かいます。先頭は9番のブルーセクション荻野極む、4コーナーカーブから直線200を切ってリードが1馬身半ぐらい、外から追ってきたのは8番のムーンマジェスティ、ムーンマジェスティが一気の伸び、続いて4番のプレチオーゼ、外から松木大地、ムーンマジェスティが伸びる、吉井新プレチオーゼ2番手、ムーンマジェスティ先頭合流。2018ヤングジョッキーズシリーズトライアルラウンド金沢第2戦、1着はトライアルラウンド金沢2連勝高知の松木大地騎手、2着は JRA の吉井新騎手、3着は兵庫の長谷部俊也騎手でした。今のは気持ちいいですね。気持ちいいですね。いや、今のは気持ちいいですね。7レースとはまた違う、7レースはまあ抜けて生まれたんで、ほんとごちそうさまでした感じで、今のはもちろん今まであれなんですけど、今のはうまいこと乗れました。やっぱりゲートあんまり見とっても話聞いてもやっぱり出えへんような感じだったんで、あとはまあうちらち使ってどこまで使えるか、3コーナーまで使えたらまあいいかなと思ったんですけど、3コーナー向こう上面で打ち入れて4コーナーまで打ち使えたんで、それがそうですね、良かったですね。気持ちいい。ほんまにけどありがたいです、本当に今のしていただいて、米倉さん、調教師の先生、馬主さん、救命さん、関係者の方のおかげです。今日内馬場が残ってるということで、やっぱいいにこだわって追走して、まあロスない競馬できたんですけど、ちょっと仕掛けるの早かったかなっていう、やっぱ小回りで直線短いんで背面抜け出す形は理想的だったんですけど、結果的に刺されてるんで、もうちょっと待ってもよかったのかなっていうコーナーまで、まあ、そこら辺やっぱ乗り慣れない地方競馬でちょっと焦ってしまって気持ちありますね。はい、まあそうです、前結構流れたんで、まあそれはついていかず、もう落ち着いてとりあえず自分の競馬をしようって思って、そしたらもう馬も結構前、まあ、あの女王前止まって今も結構伸びてくれたんで、まあ勝てはしなかったんですけど、まあ3着超えたかなと思います。そうですね、これちょっと大きいかもしれないですね。まあ最初から厩舎サイドからも聞いてましたし、まあ話通り早かったんで、一番この馬にとっていい競馬ができたのかなと思ったんですけどね。はい、いや僕はこの僕の、いや多分僕が花行っても行けなくてもこの自分のリズムでこう行きたいなと思ったんですけど、ちょっと動揺すぎましたね、荻野さんにこうレース前に、スタートしてから叩き合いだぞみたいに言ってましたもんね。花の奪い合いだぞって新聞見てたら、この2頭で多分ペース作るであろうって、ね、はい、僕も思ったんですよ。思った、花に行けなくても2番手でこう追走できるかなって思ったんですよ。それまさかのこう外からこうおやおやって感じ。いや僕もスタートしておやおやと思って、おやおやですよね、おやって、意外と僕の方が早いぞと思って行ったんですけど、まあまあ2頭ともダメですよね、うまく乗れなかったです僕たち、はい、2番手を取ったのは JRA の三谷隼人騎手でした。
2戦目はうまくいきましたね。もうちょっと頑張って、なんかもうちょっといけるかなと思ったんですけど、後ろの方が強かったです。やられた。まあ、僕のポジションは荻野さんにもともと取られたんですけど、取らせちゃったんですけど、いや取った、当たりました。お前エッチやられた。エッチにつけて。ここで着順について面白い偶然が。え、僕水野さんの1個上です。いつも絶対1個上ですね。5着の時4着ですよ。重なってれば3着で2着です、うん、で、先輩の6です。なんかすごいですよね。やられた。運命だと思う。あれ出遅れちゃいました。あ、出遅れるとは聞いてたんですけど、そうですね、あのままちょっとあそこで僕の前に松木を入れたのが敗因です。2018ヤングジョッキーズシリーズ、次回は8月23日木曜日、トライアルラウンド紋別です。若手騎手の戦いにどうぞご注目ください。